こんにちは、かいちです。アクトレーザールネサンスをクリアしましたので動画でレビューさせていただきます。1990年にスーパーファミコンで発売されたアクトレーザー、約30年前のソフトということになりますが、2021年9月24日の任天堂ダイレクトでフルリメイクとして突如発表と発売となりました。プラットフォームはスイッチ、PS4、Steam、iPhone、Android と幅広いです。自分はスイッチで3520円で購入しました。自分もリアルタイムで任天堂ダイレクトを見ていましたが、この発表には驚きましたし、衝動買いしてしまいました。Twitter を見ていると同じような気持ちの人が多いみたいで、なんだか嬉しかったです。スーファミのアクトレーザーで覚えていることを挙げていきます。アクションパートが難しい。神様が攻撃するときは、はっはっと威勢がいいが、敵から攻撃を受けると、うっというものすごい苦痛を表現する声を出す。しかも連続で攻撃を受けて死んでしまう。クリエーションパートが楽しい。天使の矢が当たらない。神の力で雷や日照りを起こして開拓していく。家出した子にパンをあげる。砂漠で倒れている人に雨を降らせる。アクションパートに行くときは回転しながら地面に落ちていく。そして何より音楽が頭にこびりついている。こんな感じです。エンディングまで行ったか覚えてないですし、ボスも最初のケンタロスみたいなのとミノタウロスくらいしか思い出せない。詳細にいろいろ覚えているわけではないけれど、アクトレーザーという名前が出れば楽しかったゲームという印象が思い浮かぶ、そんなプレイヤーのレビューとなります。まずは一言で表すと、懐かしい。フルリメイクなので映像は綺麗になっていたり、音楽もアレンジがかかっていますが、プレイしながら思い出すことが多くて楽しかったです。音楽はリメイク版とオリジナル版を変更することができます。オリジナル版を聞いてびっくりしました。古臭く感じるかと思っていたのですが、違和感なく聞けてしまいます。これはオリジナルがもともとこのクオリティなのか、それともちょっと綺麗にしたのかは分かりませんが、すごいことですね。アクトレーザーはプレイヤーが神となって進めていくゲームです。自らボスを倒しに行くアクションパートと、下目である天使を操作しながら地上の人間たちの発展をサポートしていくクリエーションパートの2つに分かれています。かかる時間ですが、1つのステージに対してアクションパートが20分、クリエーションパートに2時間ぐらいかかりました。いくつかステージがあり、最終的にクリアするまでに20時間ほどかかりました。ちなみにゲーム難易度はイージー、ノーマル、ハードの3段階からいつでも変更が可能です。自分の場合は最初から最後まで難易度ノーマルで進めていきました。まずアクションパート。ステージの雰囲気は昔に近いですが、操作方法が変わっているため簡単になっていると感じました。もともとはジャンプがとても難しいゲームだと思うのですが、本作ではジャンプした後に軌道修正できるようになりました。あとはいくつか無敵時間を作れる条件ができたので、攻撃を受ける回数を減らせるようになっています。敵を倒したり物を壊したりすると結晶を落とすことがあります。これを拾っていくことでどんどん神様が強くなっていきます。最終的には攻撃力と魔法攻撃力が 100% になり、一度死んでもその場で復活するという強力なバフがかかります。なのでタイムアタックのように敵をスルーしながら進んでいくと、ボス戦では攻撃力が上がっていないので倒すのに時間がかかるということになります。ボスの動き方は昔とだいぶ違うので個人的には楽しめました。ミノタウロスには結構苦戦しました。
続いてクリエーションパート、アクションパートに比べるとこちらで過ごす時間の方が多くなります。結構重要なものが追加されています。リアルタイムストラテジーの要素です。個人的には大変気に入って楽しみましたが、ネット上ではこの要素のおかげで先に進めず苦痛だという声も上がっていました。魔物が続々と押し寄せてくるので、あらかじめ立てておいた砦や盤面で活躍する英雄と呼ばれるユニットを操って防衛していきます。この英雄、砦にそれぞれ特性があるので、これらを理解して配置しないと中盤以降は瞬殺されてしまいます。逆にちゃんと分かった上で組み立てていけば勝てるようにもなっているので面白く感じました。各ステージでは英雄を中心としたストーリーが展開されるようになりました。各キャラに愛着が湧くようになっていると思います。もともとクリエーションパートでは道を作って人々が畑や家を建てて人口を増やしていきました。最初は忙しいですが、後半は何もすることがないという印象でした。ルネサンスではリアルタイムストラテジーの防衛戦があるため、ステージをクリアするまで緊張感のあるゲームになっていると思います。あとは天使の矢を斜めに撃てるようになっていたり、ため打ちで3本同時発射したり、敵を追尾するようになっているのには驚きました。エンディングの後、追加マップがあります。アクションパートとクリエーションパート両方ともあります。アクションパートでの追加ボスはかなり強化されていて個人的に好きでした。クリエーションパートも一番広いマップなのでやりごたえがありました。アクションパートに関してはクリア後にスコアアタックモードが出ます。難易度はイージー、ノーマル、ハードが最初から選びますが、ここで最高難易度のヘブンというものが出ます。やってみましたがクリアできそうにありませんでした。アクションパートをやり込みたい人には最高なモードではないでしょうか。クリエーションパートに関してはクリア後も各地域でサブクエストがあります。現段階では自分は全てクリアしているわけではありません。ただしアクションパートのように繰り返しリアルタイムストラテジーで遊べるモードがないのが大変残念です。もう一度遊ぶには最初からプレイするしかなさそうです。以上です。昔アクトレーザーをプレイしたことのある人はきっと楽しめると思いますし、自分のようにすでに買ってしまっているでしょうね。本当に懐かしいという気持ちが押し寄せてくるゲームだと思います。30年ぶりにリメイクされる作品はとても珍しいと思いますし、感覚としては思い出のアルバムをめくっているような感じです。さらにアルバムに欠けていた部分を埋めていけるような感覚ですね。覚えていないステージやボスもいましたし、エンディングもしっかり見れましたし、思い出が保管されました。20時間でクリアできるボリュームも軽めでいいのではないでしょうか。最近は100時間以上プレイに必要なゲームばかりやっていたので、今後は軽めのゲームを遊んでいこうと考えるきっかけにもなりました。オリジナルと今回のリメイク両方ともプレイした方の感想を知りたいので、ぜひコメントください。そうではなくて完全に初見だという人がプレイしたらどう感じるかもとても興味のあるところです。正直アクションパートもリアルタイムストラテジーもゲームはたくさん世に出ていますから、その中からこの1本を選んだ時にどうだったか知りたいです。ぜひコメントで教えてください。グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。